それでは続きまして今度は8ページの方に移りまして、最後になりますが第3章ですね。第3章として補充知識の中での法令編についての話を移りたいと思います。で法令編ではですね、他県市の皆さんは当然その受験勉強の過程でですね、宅地建物取引業法はもちろんのこと、民法その他のですね、関連書法令についても学習をされていると思います。 ただ、試験範囲に入っていないということも含めまして、まあ、いわゆる消費者契約法ですとか、あるいは個人情報保護法といったような、まあ、ADR をですね、やっていく場合におきまして、まあ、前提として知っておいた方が良い知識につきましては、あまりまああの触れる機会がない方もいらっしゃると思いますので、ここでそれをちょっとした補充知識として扱っていきたいというふうに思います。さあ、それでは8ページのところをご覧いただきまして、まず第3章の1、消費者契約法から見ていきたいと思います。 消費者契約法というのは一体何を目的とした法律か。まず1の括弧1をご覧ください。消費者契約法は消費者と事業者との間の情報の質、それから量、並びに交渉力の格差、これに鑑み。鑑みというのは考慮してってことですね。それを考慮して、消費者の利益の擁護、これを図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展、これに寄与することを目的としていますということです。 過去2番のところですけれども、消費者契約にかかる規定というのがありますね。で、これに関しては大きく分けまして、えー、まあ、取り消しの対象となるものと、無効の対象となるものという話が分かれています。 で、これから中身については簡単に話をしていきますけれど、まあ、消費者契約法は今、括弧一1番で見ましたように、消費者と事業者の間におきましてのですね、問題についてを解決するための法律の一つということになるわけでして、制度としましては、まあ、不当な勧誘を受けた場合に、そのまあ契約を取り消すことができるという制度や、あるいは不当な契約条項があった場合について、その契約条項を無効としたりするとか、そういう形でトラブルの解決を図るということになります。 なっているんですねでちなみに消費者契約法において先ほど消費者と事業者と出てきましたがちょっとこのレジュメのところではですね提供直接は書いてありませんけれど消費者というのは基本的に個人のことを指します消費者というのは個人のことですただし個人は個人でも例えば事業としてあるいは事業のために契約の当事者となる場合の個人、まあ、いわゆる個人事業主ですね 個人事業主に関しましては、これは個人の対象からは除外をされて、事業者と扱われることになりますので、その点は注意をしておいていただきたいと思います。はい。で、話を元に戻しますけれど、消費者契約法はそのような形で、消費者と事業者との間での問題を解決する方策の一つだということですね。では、括弧2で、丸1は今見,ました今見ましたので、丸2番のところから見ます。カッコ2番の,2番の丸2ですね。 でこれが今ちょっと話が出てきました、え消費者契約の申し込みや承諾の一表示の取り消しというものに関する話ですで。内容をちょっとご覧いただきますと、消費者契約の取り消しで右側ですねえ。勧誘時に下記の不当な行為によって消費者に誤認、あるいは困惑等が発生してで、それによって契約を締結したという時には、 当該、当該というのは指示語ですね。そのという意味です。その消費者は当該契約を取り消すことができますということです。ただし取り消しは善意の第三者には対抗、主張ができませんということになっています。まあそのあたりのところをちょっと確認をしていきましょうということですね。はい、ということでこの消費者契約法における取り消しの対象となるのは 勧誘するときに一定の不当な行為によって消費者が誤認や困惑等をですね、生じ、生じ、そしてそれによって契約を締結した場合ということになります。で、注意していただきたいのは、取り消しというふうな制度になってますね。で、これは皆さんは、例えば、他県市の受験勉強のときに取り消しとか無効という制度は学習をされていると思いますけれども、何が違いましたか取り消しと無効というのは、 結果を見てししまうと同じなんでしたよね取り消しっていうのは取り消せば最初からなかったことになるということになりますし向こうは花から何もないって話になりますので取り消しと向こうは結果に着目をすると同じになってしまいます。ですから着目をする点はその手前のところつまり取り消すまではどうなのかっていうところを着目した時に初めて違いが見えてくるんでしたよね。 具体的には取り消しというのは取り消せば無効になるということですから裏を返せば取り消すまでは有効であるということがポイントになるわけです。だから取り消しの対象となる行為は原則有効ですということを前提として取り消せば無効になりますということですね。他方で無効に関しては何らアクションをしなくても初めからない。つまり初めから無効ですということになってくるわけです。そういった違いとして認識をしてください。 はい。で、話を戻しますが、そのような消費者契約の取り消しというのが、ここで今見ている丸二番の話ですので、これはその取り消しというアクションを起こさなければ、仮に勧誘時に不当な行為があって、消費者に誤認や困惑が生じたとしても、その契約そのものは有効のままということですね。あくまで、その事業に該当する場合に取り消せば、まあ、無効になりますよっていうだけの話です。そこをきちんと注意をしてください。 じゃあ、取り消すことが可能となるような事情、具体的には、その不当な行為というのは一体何があるのかっていうことで、ここでですね、列挙されているものが6つあります。これ内容を確認してください。まず一つ目が、不実告知ですね。不実告知っていうのは、まあ名前の通り、漢字の通りですが、不実、つまり真実ではないことをですね、告げるっていうことですね。つまり契約の重要な事項について、事実とは異なることを告げたという場合が、この不実告知ということになります。 それから次、二つ目。断定的判断の提供ということですけれども、これは将来における変動が不確実な事項について、絶対こうなりますよっていったような形で確実であると告げたような場合のこと。これが断定的判断の提供ということですね。例えば将来必ずこの近辺にはですね、例えばターミナル駅ができたりしますので、土地が値上がりをしますよとかいう形で行ったりするということですね。 で、こういったものは将来における変動が不確実であるにもかかわらず、まあ確実であると告げたような場合ということになったりします。はい、それから次、三つ目ですが、不利益事実の不告知。で、これについては、消費者に利益となるようなこと、つまりいいことをですね、いい話を告げながら、重要な事項について不利益となる事実を故意に告げなかったような場合ということです。 はい。それから、四つ目。負担移去についてですけれども、え、これは、消費者が事業者に対して、え、まあ、出て行きますと、退去をしますっていうふうな意思表示をした。にもかかわらず、え、あ、ごめんなさい。退去をしてくださいっていうことですね。消費者が事業者に対して、え、出て行ってくださいと。要するに、消費者のところに、あの、事業者が来たわけです。で、契約をすると。で、それで消費者が、いやいや、そんな契約する気はありませんから、出て行ってくださいっていうふうに退去をすべき旨をですね、表示をした。にもかかわらず、事業者が退去をしなかったという場合です。 まあ要するに、事業者が消費者の元に行って居座った場合ですねで。居座ってしまって帰ってくれないので困ってしまって契約を結んだとか、そういう場合がこの不退去に基づく契約だということになるわけですで。それらは今言いましたように消費者契約の取り消しの自由になりますよ、理由になりますよってことですね。 それから次が退去妨害。今度はこれは逆です。退去妨害は逆で、消費者が事業者の元に行って説明を受けていたりした場合に、やっぱり契約しないから帰りたいなと思ったんだけれども、勧誘の場所から退去しますと言ったのに、消費者を退去させなかった場合。つまり、要するに返さないというふうな場合ですね。契約をするまでは返しませんよということで部屋から出さないとか、そういうふうな状況になったりした場合に、この退去妨害というものに該当するということになります。 それから最後6つ目ですが、過料契約。 これは何かと言いますと、これは近年のですね、消費者契約法の改正で新たに付け加わった、まあ、あの取り消し自由ということになるんですけれど、まあ、事業者が消費者の契約の締結について勧誘する際に、まあ、その契約の目的物の分量ですね、量です。量が、その消費者にとっては普通必要な量をものすごく超える、まあ、つまり著しく超えるというものを知った場合に、まあ、その勧誘によって契約の申し込みや承諾の意思表示を示したという場合です。 つまり簡単に言いますと、量が過ぎるというふうに書いてあるわけですから、まあ要するに本来必要な量をはるかに超える量の契約をさせるというふうな場合ですね。そういうものが過料契約だということになります。で、これはですね、高齢者の判断能力低下等に付け込んで、まあ必要な量をですね、はるかに超える量を売りつけるとか、そういうふうな事案が発生をしたりしていたものですから、それに対する対応として、過料契約を消費者契約の取り消し自由という形で、 新たに追加をしたというふうなことなんですね。まあ、そんなイメージを持っていただくと良いかなというふうに思います。はい、以上が消費者契約の取り消しという制度についてでした。えでは続きまして今度はその下で丸3番え。消費者契約の条項の無効ですえ。今度は無効に変わる話ですので、契約条項自体が無効な場合の話ということですね。 では、表を見ていただきますと、消費者の利益を不当に害する下記の契約条項は無効となっています。不当に害する条項というのはどんなものがあるのか。例えば、黒丸の一つ目。事業者の損害賠償責任を免除する条項。それから二つ目。消費者の解除権を放棄をさせる条項。それから三つ目。消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等それから四つ目。 消費者の利益を一方的に害する条項ということですね。まあ、このような契約条項に関しましては、消費者の利益を不当に害するということで、無効となりますよということになっています。はい。まあ、以上が消費者契約条項の無効に関しての簡単な確認ということでした。では続いて、下に移りまして、カッコ3番目。他の法律との関係というのを見ておこうと思います。 でこれは、この消費者契約法と他の法律との関係ということです。では、表の右側を見ていただきまして、まず民法や商法といった法律との関係です。消費者契約の申し込み、または承諾の意思表示の取り消し及び消費者契約の条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか民法及び商法の規定によりますとなっています。 つまりどういうことかと言いますと、消費者契約法の規定がまず優先的に適用されて、それ以外で民法や商法の規定に従いますというルールになっているわけですね。つまりは法律の優先順位といいますかね、そうするに適用構造を考えた場合には、民法や商法の規定よりも消費者契約法の規定の方が優先しますよということを言っているわけです。はい、そして次のページを見てください。9ページ目の今度上の方に移りますけれど、 では、民法や商法以外の個別法とのですね、関係はどうなのかというのが次の話です。で、ご覧いただきますと、え消費者契約の申し込み、またはその事業のですね、えその承諾のごめんさその承諾の一生の取り消し、またはえ消費者契約の条項の効力、これについて民法や商法以外、 それ以外ですね。さっき民法や商法との関係はありました。だから今回は市民法や商法以外の話。それ以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。ということになっています。で、これはすなわち、今の話とのですね、比較でいきますと、消費者契約法よりも個別に定められた法律の方が優先的に適用されるということを意味しているわけです。 で、まあ、なぜ名乗って言いますと矢印の後にちょっと理由を書いておきましたがえ、民法や商法以外の個別法っていうのは、その業種の取引の特性や実情、あるいは契約当事者の利益などを踏まえた上で規定されたものなので、商社契約法の規定と個別の法律の規定とが定職をするっていう場合については、原則として個別法の方が優先的に適用されるべきだからだということになります。まあ、従ってこの関係を図式化すれば、そのすぐ下の形ですね、個別法、 代なり消費者契約法、代なり民法商法という形になるわけです。だから個別の法律が一番強くて、次に消費者契約法の規定。で、それにも規定がなければ民法や商法という形になってくるということですね。まあ、このような階層構造があるんですということを確認をしておいてください。はい。では、消費者契約法の最後になりますが、次の括弧4番目です。 先ほど出てきました消費者契約の取り消しに関しましては、取り消し権を行使できる期間に限定が加えられています。具体的にはそこの表を見ていただきますと、黒丸一つ目、追認、追認というのは追って認めると書くわけですから、自己承認ということですね。自己承認をすることができるときから1年ということになっています。 で、米印を見てください。追認をすることができるときっていうのは、消費者が誤認をしたことに気づいたときだとか、あるいは困惑を出したときなど、取り消しの原因となっていた状況がなくなったときです。 で、その時から取り消しはできるわけですから、取り消しをできる時からですね、1年間ということ。まあ、それが伺いて、あ、ごめんい、追認ですね。追認をすることができるわけですから、まあ、取り消しの原因となった事情が消滅をしたということになった時、つまり追認をすることができる時から1年間ということになっています。で、あるいは、それとは別の基準として黒丸2つ目、契約の締結の時から5年間ということですね。 ですから、追認できる時から1年か、あるいは契約締結の時から5年間か、どちらか早い時期までしか取り消し権は行使ができませんよということになっているわけです。はい。まあ以上がですね、消費者契約法に関しての、まあ、簡単な説明ということになります。では、補充知識のですね、法令編の2つ目、まあこれが最後になりますけれども、今度は個人情報保護法を見ておきましょう。 まず、個人情報保護法、カッコ1番で目的です。文章ちょっと長いですけれども、一読ちょっとしておきましょう。個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成、その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出、並びに活力ある経済社会、及び豊かな国民生活の実現に資するものであること、その他の個人,情報個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。となっています。長いですね。 長いんですけれども、最近の法令っていうのはですね、第1文のです、ね、第1条の目的条文のところで、1文で、つまり間に丸を入れずにですね、すべての目的を1文で書き切るっていうのが慣例になってるんですね。ですからこれ、個人情報保護法の1条をそのままここ抜いてきている部分ではあるんですけれど、そういう意味でこの個人情報保護法の目的条文につきましても、 まあそういった例に習ってですね、習ったらしいんですけれども、一文の中にですね、すべての要素を入れ込んでいるということになるわけです。まあ、あの、概略としてですね、見る場合については、太字にしたところとか、赤字にしたところなんかがちょっとポイントになってきますので、まあ簡単に確認していただくと良いと思います。さあ、それでは続けて、カッコ2番目見てください。個人情報保護法の用語です。 ここは近年ですね、個人情報に関する概念というものが、まあ改正によってちょっと変わってきたりもしていますので、その点も踏まえて少し定義のところをご覧いただきたいということで定義を入れてあります。ではまず個人情報というのが一体何なのかということで、一番下の9ページ一番下の表の右側見ていただきますと、生存する個人に関する情報であってというのがまずは前提の話なんですね。つまり死者の情報は個人情報には該当しないということになります。 あくまで生存する個人に関する情報でというのが前提です。であって、次のどれかに該当するものということになります。でまずは、丸一番ということになりますが、丸一、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等によって特定の個人を識別することができるもの。これに該当するか。 あるいは次のページの丸2に該当する方なしなんですね。でまず丸1もう少し見ていきますと、カッコないです。他の情報と容易に称号ができ、それによって特定個人を識別することができることとなるものも含みますということになります。 つまり、このカッコ内で言っているのは何かというと、単体としてその情報だけで特定個人が識別できるだけではなくて、他の情報とですね、照らし合わせることによって、ああ、この人だなと,と、まあ、特定をすることが容易にできるもの。まあ、そういうものも個人情報に該当するのだっていうことを言っているわけです。で、例えば代表的な例としましては、次のページなんかをご覧いただきますと、10ページのところの上ですね。 え、矢印の後ですが、防犯カメラに記載を、記録をされた情報など、まあ、本人、特定の個人が判別できる映像情報に関しても、ここでいう個人情報に該当しますよ、ということになります。はい、以上でした。では、続けてもう一つが、丸二です。 1> 丸一か丸二どちらかに該当するものが個人情報になりますんでね。では、丸二ということですけども、丸二番、個人識別符号が含まれるもの。これ近年の改正で個人情報の範囲に含まれることになった概念ということになります。 で個人識別符号って何ってことですが、矢印の後ですね。具体的には、身体の一部の特徴を電子計算機、まあ要するにパソコンとかコンピューターってことですね。電子計算機のために変換をした符号。例えば DNA 情報とか、あるいはですね顔に、顔認証の情報、指紋認証の情報、そういったものがこれらに該当します。そういったものや、あるいはサービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号。 これは我々の身近に、まあ、溢れている基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、そういったものですね。そのようなものが個人識別符号と言われるものです。で、この個人識別符号は、今話をしましたように、いわゆる個人識別符号が丸2番に該当するという,種子いうことで、個人情報の範囲に入っているということですね。つまり今見たような個人識別符号も、個人情報の内容を構成をするということになるわけです。 はい。まあ以上がここまでの話ということでした。さあ、それでは続いての話に移りますが、次の枠です。要配慮個人情報というのを見てください。これは右側ですが、本人に対する不当な差別、偏見等の不利益が生じないように取り扱いを特に配慮、取り扱いに特に配慮を要するもの。まあ、名前の通りですね。要配慮個人情報ですから、配慮を必要とする個人情報ということになるわけです。 だから具体的にはといいますと矢印の後、本人の人種、心情、社会的身分、それから病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などがこの要配慮個人情報に該当しますということになります。取り扱いに特に配慮が必要な情報ですよということですね。はい、では次の枠に移りましょう。今度は個人情報データベース等というものです。 で、これは右側を見ていただきますと、データベースですから、個人情報を含む情報の集合物ということになります。で、あって次のものを言うと。で、丸1番。特定個人情報を電子計算機、つまりコンピューター。これを用いて検索することができるように体系的に構成をしたもの。まあ、つまり個人情報がデータ化されているものということですよね。これが丸1番。はい。で、ただ注意をしていただきたいのは次の丸2番なんです。 丸2番ご覧いただきますと、丸1のか特定の個人情報を容易に検索をすることができるように、体系的に構成した情報の集合物で、目次や作品、その他、検索を容易にするためのものを有するものということになってますね。 つまり、丸二番で言っているのは何なのかというと、コンピューターによって電子化されてない、つまりデータ化されていないようなものであったとしても、検索が容易であるような形にしているものは、個人情報、データベース等に該当するということを言っているわけです。 ですから注意していただきたいのは、いわゆる紙におけるですね、情報というものも立派な個人情報になってくるんだ。個人情報データベースを構成する可能性があるんだ、ということを認識をしておいていただきたいんです。まあ、イメージしやすいものとしましては、顧客の情報をですね、紙にシートにいろいろ書いてもらったものをですね、バインダーに、まあ、あの、えー、挟み込んでいると。で、それをですね、例えば i w a を順に並べてあったりしますとかっていう場合については、立派にそのコンピューターでデータで、データとして入れて、 入れてなかったとしても、個人情報データベースに該当しますよって話なんですね。まあそういうものを取り扱うということが業務上あり得る場合につきましては、それも立派な個人情報データベースに該当するんだっていうことを認識をしておく必要があります。はい、それから次、その下ですが、個人情報を取り扱い事業者についてです。右側ですけれども、個人情報データベースと今見たやつですね、これを事業のように供しているものを言います。で、注意していただきたいのは米印。 扱う個人情報の数に関わらず、事業のように供していれば該当するという部分ですね。これは忘れないようにしておいてください。まあ実はですね、個人情報の取扱い事業者というものにつきましては、従来は過去6ヶ月間で少なくとも5000を超えるあの個人情報の数を1日でも扱った場合に、初めて、えー、個人情報を取扱い事業者に該当するというふうなルールになっていたんですね。 つまり過去6ヶ月間で1日も5,000を超える個人情報を扱っていないっていう場合については個人情報を取り扱い事業者から外れると言いますかね個人情報を取り扱い事業者には該当しませんよっていう風な扱いになっていたんです。 ところが、この5000要件と言われるものが、個人情報保護法の改正によりまして撤廃をされまして、扱っている個人情報の数に関わらず、個人情報データベース等を事業のように供していたら、それだけで個人情報取扱い事業者というふうな扱いになり、その結果、個人情報取扱い事業者が守らなければいけない義務が課されるというふうな状況にですね、なりました。で、これが現在の姿なんですね。まあ、その意味で、米印に書いてありましたように、扱う個人情報の数に関わ 変わらずなんですっていうことを注意をしておきましょうということになります。はい、あとはその下個人データですねえ。これは個人情報、データベース等を構成する個人情報まあ、個々の個人情報のことを言います。 はい、それから最後、保有個人データ。これちょっと細かいので流しても良いかなって気はしますけれども、まあ、個人情報取扱い事業者が開示、内容の訂正、それから、えー、追加削除、利用の停止、消去、及び第三者への情報、えー、提供の停止、これを行うことができる権限を有する個人データ。つまり、その集めている個人データに関して、その人、その個人情報取扱い事業者がですね、えー、様々なそのまあ、権限を行使ができるような個人データ。 これが保有個人データですっていうことです。ですから、例えばということで言うと、米印のとこなんですが、個人情報を取り扱い事業者である A が、別の個人情報を取り扱い事業者である B から委託を受けて、B の保有個人データを保管しているということが仮にあった場合については、その個人データは A 自身が開示、訂正、追加、削除を行うことはできませんので、これは A にとっては保有個人データではないと。 あくまで B の保有個人データを A が預かっているっていうだけの話なんですっていうことですね。まあそういう位置づけになりますということでした。まあ以上が10ページの話ということです。では最後になりますが、11ページになりますね。え括弧3番で個人情報取扱事業者となった場合につきましては、どのような義務が課されるのかということについてです。で内容をご覧いただきますと、まず利用目的についての特定ということですね。 え黒丸の一つ目です。個人情報を取り扱い事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的、まあ利用目的ですね。これをできる限り特定をしなければいけませんということです。何に使われるかわからないような状態で個人情報というものを集めて使うことはダメということですよね。で、黒丸の二つ目。 個人情報取り扱い事業者はその、その利用目的を変更するという場合については、その変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。これは何を言ってるのかっていうと、例えばある目的で個人情報を集めた場合については、個人情報を提供する側っていうのは、その目的で使うんだなっていうことを前提に個人情報を提供するわけですね。 ですから、提供するときに認識をしていたその目的を変える場合についてはですね、個人情報を取り扱い事業者がその情報を集めるときに解除をしていた目的と違った形でそれを 使うということを念頭に置く場合については、当初の目的と大きく変わらないことにしか使えませんということです。だから当初の目的と全く違う目的で、その個人情報を使うってなりましたら、それは当然提供した側からすると話が違うということになるからですよね。まあ、ということで、そのように、まあ、個人情報取り扱い事業者が利用目的を変更するときにはですね、まあ、変更の範囲というものについて制約がかかるのだということになっています。 はい、それから次、二つ目の枠ですけれども、取得に際しての利用目的の通知等です。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知、または公表しなければならないということになっています。ただし米印にありますように、すでに公表している場合については除外をされています。 ですから、事前に公表していた場合はいいんですけれど、もし事前に公表していなかった場合につきましては、取得した場合に速やかに利用目的を本人に通知、あるいは公表する必要がありますよということです。では続けて3つ目の枠、第三者提供の制限です。右側をご覧いただきまして、個人情報取扱事業者は次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないということになっています。 つまり簡単に言うと、原則個人データは第三者に提供してはダメ。本人の同意なしでは提供してはダメってことですね。でも例外的にその下にある丸1と丸2の場合は本人の同意がなくてもいいですよということです。で例えば丸1、法令に基づく場合。それから丸2、人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難である場合。 まあ当たり前の話ですよね。こういった場合については本人の同意がなくても第三者に提供して構いませんが、それ以外の場合は基本的には提供してはダメです。というのが原則だということです。はい。で、続けて今度その下、オプトアウト。これがちょっと厄介な話ではあるんですけれど、確認していきましょう。オプトアウトです。右側をご覧いただきまして、個人情報取扱事業者は、丸一本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合で、 で、丸2あらかじめ本人に通知、または本人に容易に知り得る状態に置いた上で、03。個人情報保護委員会に届け出たという時には、本人の同意がなくても個人データ、で、過去、要配慮個人情報は除かれています。それを第三者に提供できるということになっています。 このオフトアウトはどういうことかと言いますとね、これは先ほどの第三者提供の制限の原則と例外が逆転したような制度だと思ってください。要するにオフトアウトっていうのは基本的に第三者に提供しますということを前提として、でも嫌だ、やめてほしいっていうふうに言われたらやめますねっていうふうな制度なんですね。 ただそうすると、個人情報というものをですね、その第三者に提供することが原則だってなってしまったら、まあ、個人情報の保護の観点からは、まあ、非常に大きな問題が出てきますので、その第三者に提供できることを前提とする場合については、それを認めるためにハードルが設けられているわけです。で、それが今言った三つのハードルなんですね。一つは何かと言いますと、丸一に書いてありますように、本人がやめてくれって言われたら停止をしますっていうふうな形にしていること。 それから、二つ目としましては、あの、本、その、そういった状況に関して本人に通知をするか、あるいは本人が容易に知り得るような状態に置いておくこと。つまり、その第三者に提供するのが前提ですよっていうことを認識ができるような状況にしておくことってことです。まあ、例えば、ホームページなんかで知らせたりするとかっていうのも一つの方法ではありますね。え、それから、三つ目の話が、個人情報保護委員会というところにですね、え、まあ、届け出をするということです。 でこの3つのハードルをクリアした場合に初めて、えー、集める情報に関して基本的に第三者に提供するということを前提とする制度を採用ができるということ。まあ、これがオプトアウトと言われる制度ということになります。はい、あとはその下ですが開示請求。まあ、これは特にあまり大したポイントはありませんが、右側に書いてありますように、えー、本人は個人情報を取り扱い事業者に対して、えーまあ、開示を請求すると。 え、保有個人データの開示を請求することができますよということですね。で、個人情報取扱い事業者は言われたらそれを開示しなければいけませんっていう話になってます。あとは最後に、まあ、必要な手続きに関して個人情報取扱い事業者は、まあ、請求を受けた場合には手数料を徴収することができますよと。開示請求を受けた場合には開示することができますが、その時に必要な手数料を徴収したりしてもいいですよっていうことになっているわけです。 はい、えー。ということで、駆け足になりましたけれども、これでですね、えーまあ、の法令関係に関しましての補充知識についても終了ということになります。 さあ、ということで、今回ですね、タクシー建物取引士と ADR ということで、講義の方をしてまいりましたが、ADR というのはですね、まあ、業務としてそれを行うということだけではなくて、まあ、これから皆さんがタクシー建物取引士としての仕事をしていく過程で、ご自身のですね、仕事の幅を大幅に広げていく可能性がある分野ということになります。 ですから、ぜひ積極的にですね、そういうふうな場面が出てきた場合については、ADR の活用の、まあ、あの、提案をしていただいたりとか、あるいは、この後のですね、に続くような日本不動産仲裁機構のですね、まあ、あの、超定人候補者への登録というものに話を進めていただきまして、そして、まあ、必要な研修を終えて登録をすることで、頂点人としてですね、活躍もすることが可能なのだっていう状況で、そのもとで業務を行っていく。まあ、そういう形を取れば、ますます皆さんの業務の幅 場が広がり顧客に対するアプローチの仕方もいろいろ増えていくということになりますのでえぜひそうした方向もご検討いただければというふうに思いますえそれでは以上をもちまして今回の講義については終了といたしますではお疲れ様でした